震災切手とは、大正時代に発生した関東大震災直後に、応急的に製造された普通切手である。一千五輪切手十0切手0切手1923年9月1日に発生した関東大震災では、東京市にあった印刷局や低新章が被災した。そのため倉庫にあった切手が消失したほか、切手製造に必要な設備や資材も防止した。この事態で、 全国的に切手が欠乏する可能性があるとして応急措置として民間会社で暫定的な切手を製造させることが計画された。この時製造された切手のことを震災切手と呼称されている。当初切手を印刷したのは大阪市の製版印刷会社であったが後には東京の修営社でも印刷された。暫定的な切手であったため印刷は 平版印刷と簡潔なものであり、用紙のスカシも震災スカシと呼ばれる簡単なものであった。原則的に目打ちと裏のりを作る工程が省かれた状態で販売されたが、民間で便宜的に目打ちを施したものも存在する。切手の額面は五輪、一銭五輪、二銭、三銭、四銭、五銭、八銭、十銭、二十銭の9種類あった。図案は、 定額7種が中央に富士山を廃し、周辺をトンボと桜を廃した枠で囲んでおり、高額2種は中央に太陽を廃しトンボが従うというものであった。震災切手は震災の翌月の10月25日に発行された。しかしながら印刷局の復興が予想以上に早く達成し、翌年の春までには切手の製造が再開された。 そのため暫定的な震災切手は、製造数の半分が売りさばけないまま1925年4月30日、限りで廃止になった。ありがとうございます。